息を鼻からら吸って、お腹に心地よい膨らみをを感じます。息を吐いて背中全体地面へと近づいていく吸いながら足の裏を地面に押してお尻を持ち上げて心地よく腕も頭の向こう側へ伸ばします吐きながらゆっくりと腕体の体側へお尻も地面に下ろして う呼吸でおへそ空の方に持ち上がっていく腕もぐっと伸ばしてつま先立てていきましょうかかと持ち上がっていきますふくらはぎから太ももにかけて心地よい熱のエネルギー感じて吐きながらゆっくり下ろしてう呼吸で持ち上げて頭の向こう側に腕も伸ばしたら左の足を空の方へと伸ばしてつま先も空に長く伸ばしていきましょう 体の中心軸感じてコアとつながりますゆっくり下ろして今度は右の足を持ち上げて空の方につま先伸ばすゆっくりと地面に下ろしてお尻が地面に降りていったら手のひらは膝の上足は地面から浮かせて膝をぐるぐると回転させて腰周りの緊張をほぐしていきます肩は地面につけて上半身の力は抜いていきましょう ゆっくりと動きを止めたら、今度は逆の方向に回転をさせて、自分の呼吸を感じながら、目の周りの緊張も緩めながら動かしていきましょう。右の足を遠くへ伸ばして、左の足、手で抱えてあげます。胸の方に引き寄せていきましょう。太ももでお腹周りに心地よく圧をかけ、呼吸を送ってあげることで、内臓を優しくマッサージするイメージです。 抱えている膝、少し腕の力を緩めて左の足を膝を右側へと持っていき目線は左側に向けて上半身ツイストさせていきましょう数呼吸でゆっくりと膝を持ち上げてもう一度腕で心地よく膝を抱えて今度は左の足を向こう側へ伸ばして右の膝を抱えていきます。 呼吸を優しく送ってあげてマッサージして顎が少し持ち上がりすぎてしまっていると感じる人は少し胸の方に引いて首の後ろ側も伸ばしていきましょう右の膝左の方向へ倒してあげて目線は右側上半身ツイストしていきますゆったりと鼻から吸って鼻から吐いて次の数呼吸で膝を持ち上げたら 両方の膝を腕で抱えて顔も膝の方向に近づけて上半身少し浮かせて体の中心軸を感じたらゆっくりとその力を抜いて一度解放します息を吸いながら足を90度に持ち上げて吐く呼吸でゆっくりと地面の方へ近づく吸って持ち上げて腰のカーブはしっかりと地面についています吐いて下ろして 吸って持ち上げて、腹筋周りに心地いいエネルギーが生まれてくるのを感じましょう。手のひらを下につけたままできる人はそのまま繰り返して、少し腰回りが辛いなと感じる人は、頭の後ろ側、髪の付け根のところに腕を組んであげて、この動きを繰り返していきます。自分の呼吸に合わせて動いてあげましょう。 素形部周りりのの滞りを解消し、リンパの流れがスムーズになっていきます吸って持ち上げて吐いて下ろしてなスト、吸って持ち上げて,吐いて,下ろしてできるだけゆっくりと地面の方に足を下ろしていきましょうそれでは両方の膝を立てて手を膝の上か太ももの後ろ側に回し 片手ずつホールドをしてあげて、背中はダンゴムシのように丸めて前後へとゴロゴロ転がり背中周りマッサージしていきます。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。骨盤の前で足を交差させていきます。まずは右の足が左足の前に来るように上体を起こして骨盤の真上に胸の中心を持っていきます。右手を大地へ置いて。 左の腕耳の真横へと伸ばして左指先は右側の方へ引っ張って吐く呼吸で前方に左の方向へ大きく円を描いて左の手は地面に右腕は右耳の横です吐いて前に吸って左側の体側広げて肋骨の間隔も広げていきます吐いて前へ吸って で、今度は右側の体側を伸ばします。自分の波の音のような呼吸の音、耳を澄ませながらリズムに乗って動いていきましょう。次の吐く呼吸で手を前方できるだけトッへ伸ばして首の後ろ側リリース。尾骨から首まで美しい曲線を描いていきます。 下半身の重たさ感じながら尾骨の方からいついつい積み上げて上体を起こす今度は左側の足が前に来るように足を組み替えていきましょう左の指先地面右の腕右耳の真横へと伸ばして右側の座骨は地面に引っ張られていきます次の吐く呼吸で 前に円を描いて、右の指先地面に、左の腕、耳の真横へと伸ばす。息を吐くときに前へ息を吸って、今度は右側の体側のビル。息を吐いて、吸って、左側の体側、肋骨の間、感覚も広がります。自分自身の動きでどこに抵抗を感じるのか、もしそこ気になるところがあれば、 少しとどめて息を長く吸ってもいいです次の吐く呼吸で腕を前へと伸ばして首の後ろもリラックスして心地いい程度前に前屈をして特に左側のお尻に深い伸びを感じていきます次の吸う呼吸でいついつい背骨を積み上げて上体を起こしていきましょう自分のペースで下向きの犬のポーズへと移っていきます 手を前方へ伸ばしたら足を後ろへ運びお尻を空の方へと持ち上げて足幅は心地よいと感じる程度を広げ自転車のペダルを漕ぐ動きで膝裏を片方ずつゆっくりじわーっと伸ばしていきます次の数呼吸で手首の真上へ肩を持っていきブランクポーズ肘を後ろの方へと曲げてできるだけゆっくりと上体を地面の方へ 同時に前の方にスライドさせて上体起こして上向きの犬のポーズ。手を地面へ通してもう一度おへそをギュッと背骨の方へ引き寄せてお尻持ち上げ下向きの犬のポーズ。足のかかとは地面につかなくても大丈夫です。次の数呼吸が来たらゆっくりと膝を下ろしてお腹と胸もペタンと地面に下ろしてあげます。 一度両方の肘を掴んであげて、もう一度リリース。足の内側、太ももはピタッとくっつけてあげて、骨盤底筋も持ち上げていきます。背骨の両サイドの脊柱ラインへと働きかけて、肋間の筋肉の緊張を緩和する効果もあります。鼻から吸って、吐いて。次の吸呼吸で一度解放して、腰回り楽に。 つま先立てて、肘、前腕部分だけで体全体支えていきます。お尻は上げすぎず下げすぎず、おへその両サイド、おへその方へとしっかりと集めて腹筋を使っていきましょう。足を前に運んでいきます。お尻は空の方に持ち上がっていく。前腕を地面の方へとしっかり押して、エネルギー・熱量を左右肩甲骨の中心へ集めます。 次の数呼吸で膝をゆっくりと地面に下ろしつま先を立てたまま膝心地いい幅広げて腕も前の方へと伸ばして指先を立てていきましょう手のひらも地面から浮かせてそこから腕の内側を通って脇の下にかけて温かくなってくるのを感じますゆっくりと地面に両手つけて そこから手のひらを左右肩甲骨の間へと持っていきます。つま先も寝かせて、お腹周りは太ももの間へと力を抜いていきましょう。少し肘を前の方に歩いていくと、さらに脇の下にかけて、もうさらに深い伸びを感じていきます。鼻からゆったり吸って、鼻から吐いて、次第に腕を前の方へと下ろしていき、 手のひら肩の下に持ってきたら地面へ通してゆっくり上体を起こしてつま先立てて左右の膝中心へ集めて座骨をかかとの上へと乗せていきましょう次の数呼吸でお尻持ち上げ指先空の方に胸大きく広げます吐いて手を合わせて座骨がかとへ戻っていき肩の力リラックス 次の数呼吸でお尻を浮かせて指先空の方へ左の手で右の手首をつかんだら息を吐きながら体を左側に倒して右側体側ストレッチ息を吸って一度解放して今度は右の手で左の手首をつかんだら右側に体を倒して左側体側を伸ばしていきます。 次の数呼吸で手を解放して指先空の方へとぐーっと伸びていく胸も大きく広げる手のひら重ね合わせ胸の前で合掌お尻もかかとへと下ろして肩の力も抜いて呼吸を整えて腕の力も地面の方へ解放してつま先寝かせて膝も少し地面から浮かせて 足の前面部分を伸ばしていきます。ゆっくりと開放したら自分のペースで仰向けへと移っていきましょう心地いい程度足を広げて吸って吐いて膝を右へ吸って持ち上げ吐いて左へ倒す吸って中心へ吐いて右に倒したら右側の足を左の膝の少し上のところへと乗せてあげましょう。 吸う呼吸で特に左側のお腹の膨らみ感じます次の吐く呼吸でリリース吸って持ち上げ今度左に倒したら左側の足右側の膝の少し上に乗せます腸腰筋という骨盤の手前の筋肉伸びていきますゆっくりとリリースもう一度吸って持ち上げて膝を手で抱えて心地いい程度を広げたら 足を外側から掴んでいきます。難しい人は足首をホールドするだけでも大丈夫です。手の方に足を蹴り出して、心地よく足の後ろ側が伸びていくのを感じましょう。肩の力ももう少し抜いて、尾骨も少し地面に下げていきます。ゆっくりと足を解放して、もう一度つま先空の方に伸ばしたら、 ゆっくりゆっくり地面の方へ下げてかかとが地面にくっついて膝を持ち上げてお互いの膝をつけて足を心地いい程度広げていきましょう骨盤の後ろ側に広い空間を感じてその重たさを骨盤で受け止めましょう足を伸ばしたらシャワーサナへ入っていきます 体全体脱力していきます。まずは力を抜いて、心地よい風を体中で感じているイメージです。少しずつ体が地球の方向へ引き寄せられて、重たーくなっていく感覚を味わっていきます。目が奥へ沈んでいきます。 顎の噛み合わせ緩めて肩肘手首地面へと重たーく休ませてあげて骨盤の後ろ側大地とつながっていきます。 膝、足首、楽に生み出された体の内側の優しい温かさじわじわ広がっていきます指先、つま先、頭皮、体全体体全体を優しく緩めていきます 今は休息の時間です自分の体と心とつながる今この瞬間はただそれだけです次第に目覚める準備をしていきます優しく指先を動かし始めて 足首もゆっくりと回転させていきます頭を左右にゆっくりと動かし始めて頭の後ろ側マッサージしてあげましょう 徐々に体の中心軸へ戻っていきます。膝を立てて好きな方向に寝転がって片方の腕の上に頭を乗せて横になった体勢でゆったりとした呼吸感じて自分のペースで上体を起こしていきます 心地よい体勢で座って背骨も長く伸ばして一本線の軸コアと今つながります少し口元の先端部分持ち上げて自分のハートへ優しいエネルギーを送ってあげましょうもう一度鼻から深く息を吸って優しく吐いてストーンと大地の方に肩が下がる ハワイの暖かい風がみんなのもとにも届きますように今日も一緒にプラクティスをしてくれてありがとうございました。ナマステー